あ、皆さんこんにちは。ほらこれまでさ、あの口でさ、あのナスってこんなとこだよとかって言ってきたじゃん。はい。でだから今回ちょっとだから口でね説明してあれしてなんかこの街をさ元気にしていきたいとかっていうんじゃなくて、実際ね、はい、どんなところなのかっていうのを実際歩いてみながらさちょっと説明していきたいなと思ったの。はい。ね、でまずさ、こういうナスの中でも逃げ合ってる場所ってあるんだよ。はいね、観光地とかだよね、はい、それちょっと全部ってわけじゃないけどちょっとねあの行ってきたのでね、まずねそちらの方を見ていただきたいと思います。どうぞ。これはナスのアウトレットです。土曜日日曜日のこの期間限定のですね特別公演でございます。石井さん、ここどこ？僕知らない、初めて来ました。なんてところ？アジアの雑貨屋さん、アジアビレッジみたいな感じなんで、バリって書いてある。ウブドだって、ウブド。こっちから上はバリだ。あ、ナシゴレンね。ナシゴレンあんの？あ、俺ナシゴレン食べたい。行きましょうか。いいのこれで。カレーも食べたいし、全部食べよう。まあ、あのサーフィンでバリ行ってたんでしょ？うん。その時は何食べてる？なんか日本のホテル。そうそう。いや、なんか屋台とか食べてたよ。ナシゴレンだよこれ。ナシゴレン。バリのバリのインドネシアバリの。あ、すごい懐かしい味がする。うん、ビンタンだ、ビンタン、すごい感じが出てる、感じが、いや、なんか賑わってますね、ね、うん、やっぱこういうんだよ、こういうがいいよ。いやさ、すげえ、あそこアジアのあれ、アジアンオールドバザール、 あ、はいはいはい、あそこから歩いて5分ぐらいのとこに あのあれがあるからね、竹物件があるからね。そうですね。いい場所ですよね。そうだよね。ああやってさ賑わってる場所もあるんだけど、でもね、これ後ろ見て、この空き地、これ、ここ昔何があったの？ここはジャスコがあったんですね。ジャスコがあったんだ。何年ぐらい前？いや、もうだけど20年以上、もう30年ぐらいになるんですかね、うん、じゃあ俺が20歳ぐらいの頃にはまだナスも一回も来たことない、あの頃にはここにジャスコがあったんだ。ジャスコがあったんですね。ここ駅前でしょ？ここが一番駅前というか一番中心地というか栄えてたんですよね、うん、ここが。そこすぐそこにボーリング場もあるね。後で行ってみようか、ボーリング場も。ボーリング場もあるし、マンションもあるし、まあ、今となってはあそこに病院もあるし、ね、だからこの、もうでもこれずっとこのまま空き地のままなの、ここって。ずっと空き地のままですね。で、こうほら見て、シャッターとか。だ、ここもいろんなお店入ってすごい賑わってたんですけど、昔このジャスコがあったからこそですよね。あ、そう、ここにジャスコがあって、で、靴ぐるっと見て、そしたらさ、ぐるっと見たらここも空き地でしょ、で、あっちも空き地でしょ。そうですね。で、その奥に小中とかちょっと大手さんとかが入ってるけど、こんな感じなんですね。だから今ここ砂利になっちゃってるところとかも全部お店あったんですよ。あ、そうなんだ。はい、ビワホームとかそういうのがあったりとか、うんうん、全部なくなっちゃったの。全部なくなっちゃいました。やっぱ人が減ってったからでしょ。いや、多分借地かなんかなんでしょうけど、うん、多分その借地期間が終わって、うん、みんな返しちゃったんだと思うんですよね。あ、だからまあもしね、賑わってたらそうじゃないよね。そうですね。この一番中心街なわけだからね。あそこの商店街とかもみんな個人商店みたいなの多かったけど、そういったのもみんななくなっちゃったってことですよね。 あそこにあれ、ボーリング、あそこ、そうですね、あのボーリングのピンが見えますね、うん、あそこの向かい側にも美味しいね、秋篠っていう料理屋さんが、ね、秋篠さん、ね、あるよね、老舗の居酒屋さんが、ね、はい、だけどほら、こっち側もずっとあの奥も駐車場です。こんなのばっかりなんですよ。でも人もほとんど歩いてないしね、うん、
なんか寂しい感じだよね。寂しいですよね、うん、だからね、こういうとこにさ立ち飲み、ね、屋があったりとかさ、人がこう歩いてすれ違ったりとかね、そういう町に職人道場あったらいいなとか、そんなことを思ってるんです。本気で思ってる。建物だって古いもんね、全部ね。建物古いですよね。それでさ、学生さんたちはみんなね、東京の大学とかにみんな行って、でその後戻ってこないでしょ。まあ、どこの地方もそうだと思うんだけどね。これがボーリング場。人いないですね、うん、パチンコ屋も、パチンコ屋さんも潰れて、潰れちゃってない。こっちのパチンコ屋も、こっち違うお店入ってますけど、うん、ここのパチンコ屋さんだったんだ。これパチンコ屋ですね。空き地になってもね、ちょっとおしゃれな飲食店が入るテナントがそこにあるんですけど、そこももうなんか廃れちゃってますよね。あ、そう。これ左側、これそうですけど、草ぼうぼうで。あ、ここね、ジュダムールのところ。そうですね、うん、これが中心街ね。人がいないですね。これが中心街か。これなんか飲み屋ね。飲み屋ですね。新しいお店もあるんだね、こうやってね。で、また築50年ぐらいかな、マンション。空き地ばっかりね。テナントもずっとシャッター閉まっちゃってますね。温泉街とかってさ、いつ頃からこう、なんていうの、どんな感じだったの？昔、いつ頃が栄えてたの？いや、自分もだから、その流行ってた時期って見たこともないですよね。バブルの頃か。バブルのことだと思うんですけど。じゃ生まれた頃か。そうですね。国母くんが。で、俺とかがちょうど小学校とかそのぐらいだもんね。ね、中学とかね。でも昔はだから、その不動産業の人とかがこの駅前とかですごいどんちゃんやってたなって話聞くよね。来ます来ます。どんな感じなの？黒いその要は駅前とかが、要はもうこう飲み歩きができるような感じのところが多かったらしいですよね、うん。今これ駅前の方に来てるんだよね。そうですね。だから僕もその東京方面で不動産や勤めてましたけど、うん、その時の社長とかもやっぱり、俺もナスで昔はこうやったんだって言って、うん、その黒磯の駅前で飲んだ話とかもこう聞いたりしたことあるんですよ、うん。じゃあその頃のあれが今もう20年30年経って、そのままこう、なんて言うんだろう、古くね、建物とか古くなってってことか。そうですね、うん。これで駅に向かっていく感じなんですけど、まあちょうど今5時だから夕方のね、帰宅ラッシュとか、うん、あとお買い物とかそういうのですよね、うん、みんな、うん、学生さんの帰りとか、うん。コロナの影響でこういう風にちょっと寂しくなったわけじゃないんだ。いや、もともとですね。もともと、はい、もともとだんだんこうなくなっていったの。まあ、なんですかね、こうできては消えてっていう、なんか繰り返しという感じですよね。あ、じゃあ何かその勝負をしようとするんだけど、なかなかうまくいかない、うまくいかないですよね、街だったりもあるんだ、はい。お店とかはやっぱ増えないですよね。お店が増えないんだ。だから増えたとしても、なんかそのやっぱ大手ですよね、うん。大手だと増えんの？家電量販店とか、うん、あとこの辺ってすごいなんかドラッグストアの激戦区みたいになってますけど、うん、そういうやっぱ大手ばっかりが増えてきて、うん、やっぱなんか中小企業とか個人でやってるお店もどんどん消えていくだけ、うんうんうん。居酒屋なんかもやっぱり、まあ、なんていうんですかね、やっぱり増えないですよね、飲食店が。これが黒磯の駅前ね、はい。ここら辺はそんなあれしてるわけじゃないんだ、栄えてるわけじゃないの。栄えてるわけではないですよね。これが駅なんだね。どこ駅？駅が突き当たりを左に行くんですけど、うん、ちょっとまあね、ああやってなんかこう、ちょっと話題になったの、なんか図書館。あ、あれが図書館ね、はい。話題になったの？話題になりましたね。なんかその、うん、すごい建物デザイン性とかもあるし、なんか
カフェと図書館をガッドッキングさせたようなコンセプトらしいんですね。ミルルっていうんだ、うん、これが有名な図書館が駅前にできたんだ。駅前にできましたね。これでじゃあ地域が活性化されてるわけだよ。これで駅前に図書館だ。すごい、すごいおしゃれですか。うわ、これがシンボルなわけね。黒磯の。うわわわ、すごいね。すごいの立ったね。立ちましたね。あ、ここ駅だ。ここが黒磯駅ですよ。これが駅も多少綺麗にはなったんですけどね。うん、本当だ。まあ、だからやっぱり良くしようとか綺麗にしようっていうことで行政とかもやっぱ動いてるんですよね、うん、多少ですけど。そうか、まあ、やっぱ若い子たちってやっぱ遊ぶ場所とかでしょ。出会いとかそうでしょ。そうです ね、だから、若い子たちがこの町にいてくれるってすげえ大事なんだけど、何かができないとね、もっともっといろんなものができてこないと、うん、ね、なかなか難しいなと思うし、で可能性だけはいっぱいあるからさ、その可能性が形になればさ、すげえいいなって思うのでね、これをだってやってかなきゃってしょうがないよね。そうですよね、うん、じゃないとどん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 やっぱり出てっちゃいますよね、うん、やってこう。だからやってこう、やりましょう。ちょっと待って、そこにいてよしこうだよこうだよ、そういうことですね、うん、それじゃあまた